僕の作品頑張れヨンペイ君の、見どころなんですけど、この作品は、学生時代最後の、作品として、終了、制作しました。その結構節目の自分にとって節目の、時に作った作品だったので、こういろんな思いを込めて、制作しました。この作品では今までの作品の中で一番明るくて楽しい作品を目指したんですけれども、ただ明るくて楽しいだけじゃなくて、こうそれ以外の何かも感じて、いただけたら幸いです。そして、あと、今までのそのヨンペイ君以前の作品って自分一人で声を当ててたりとか、そういった形で制作してたんですけれども、ヨンペイ君では初めて、ちゃんと演技ができる方に声優をお願いして、結構2人以上の声優さんにお願いして、チーム制で、作品を、制作しました。はい。この作品を見て、楽しんでいただけたら、幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。